シンガポールにやってまいりました。オフィシャルサポーターとしてしっかり公演の応援をすべく、まずは私が今回の公演の魅力を味わわなくちゃということで、日本公演を前にシンガポール公演を見に来ました。それでは行ってきます。 Take me to heaven。 ブロードウェイミュージカル天使にラブソングを。プロデューサーは映画で主演を務めたウーピー・ゴールドバーグ。型破りなクラブ歌手テロリスがひょんなことから修道院に逃げ込み、シスターたちと成長していく姿を描きます。数々のハプニングを乗り越え、聖歌隊の活動を通じて生まれていく友情。音楽は美女と野獣などディズニー作品でおなじみのアラン・メンケンが作曲。全ての人をハッピーにするミュージカルです。いやー、もうたっぷり堪能しました。名曲の数々で、曲もいいんですけれども、やっぱり一人一人の歌唱力がすごいので、見応えと聞き応えがありましたね。とにかく一緒に乗って、それでいてストーリーはキュンと切なくなるような部分もあるので、なんかいろんな楽しみ方ができるんじゃないかなと思います。早く東急シアターオーブで字幕付きで見て、たくさん笑いたいなというふうに思いました。2年前は全公演ソールドアウト。そんな大人気ミュージカルが帰ってくる。元気のない人、頑張っている人、全ての人にお届けするハートフルで超ハッピーなミュージカル、天使にラブソングを。